ローマのマルケルス劇場付近にあるヘラクレスを行く通る神殿古代ローマの神殿は古代ローマのペーガニズムに基づく信仰の場であり、人々は神殿で礼拝を行った。掃除が容易ということから、池に絵は神殿の外にある祭壇で捧げられ、儀式には大勢が参列した。古代ローマの神殿はそれほど大きくはなく、基本的には、 内人と呼ばれる主室に信仰対象の像を安置しているだけのものだった。内人に功を焚くための小さな祭壇が設置されている場合もある。内人の後ろには捧げ物や儀式の道具の貯蔵室があった。古代ローマ人は神殿でローマ神話の神々に祈りを捧げ、儀式的礼拝として捧げ物をしたり、動物の生け贄を捧げた。 中でも次の十二柱の神々が重視された。ユーピテル神々の王、雨、雷鳴、稲妻の神ユーの神々の女王、女性と子供の女神ネプトゥーヌス海と嵐の神、プリュート、冥界の神アポロ予言の神マールス、戦争の神ウェヌスアイト、美の女神メルクリウス、神々のメッセンジャー、公益と盗賊の神サートルヌスユーピテルの父、 ウーラヌス・サートルヌスの父ディアーナ狩領のメガミクピドアイの神、ウェヌスの息子また、ローマ帝国時代には皇帝崇拝が発生し、皇帝を祀った神殿も建設された。古代ローマ人は、神殿のない信仰の場の小立ちなど、や国境である、本来の伝統的なペーガニズムにない異教の神を祀る神殿などを、ラテン語で神聖な領域を意味するファヌムと呼んだ。ローマにある、 主な神殿は次の通り、ローマ以外の主な神殿は次の通り、ありがとうございます。